トラビス・ディーナーは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州、フォンデュラック出身の元バスケットボール選手。セリエ A のディナモバスケットサッサリなどで活躍した。身長185センチメートル、体重79.4キログラム。ポジションは、ポイントガード。マーケット大学では、ドウェイン、ウェード、スティーブのバックラとプレイし、チームは2003年の NCWA トーナメントの、 ファイナル4まで勝ち進んだ。2005年の NBA ドラフトで、オーランドマジックから2巡目38位で指名されて NBA 入り。ドラフト当初から指摘されたことだが、チームはスティーブ・フランシスとジャミー・アネルソンを擁しており、ィーナーに活躍の機会は巡ってこなかった。2005年12月2日、メンフィス戦でデビュー。22分で23得点を記録した。 フリーエージェントとなった後、2007年7月23日、インディアナ・ペイサーズと3年契約を結んだ。2010年3月1日、ペイサーズから解雇され、ポートランド・トレイル・ブレイザーズと契約した。同年8月セリエ A のディナモ・バスケット・サッサリと契約を結んだ。外角からのシュート力に優れ、コート上の視野も広いが、体格と身体能力は平均以下。 ありがとうございます。